はい、あ、ジュニア結構来るよ、やっぱり。あのこれ聞いた時言うて思ったんですけど、昔々あるところにおじいさんとおばあさん暮らしてて、ほんでおじいさん山に千葉から行ったんですけど、山で何かあるやろ思ったら何もないんかい言うて、でこれおばあちゃんが体験した話なんですけど、川でバー洗濯物洗ってたら、上の方からどんぶらこどんぶらこ言うて、どんぶらこってなんやねん言うて思ったんですけど、でっかい桃がバー流れてきて言うて、おいたらおばあちゃん何を思ったか、その桃を家にバー持ち帰って、ほんでおじいちゃんと包丁でスパー言ったら、おぎゃー言うて言うて、お前こんなとこで何しとんねん言うて、ほんだらもうしゃあないから桃太郎言うてバー育てて、でちょっとでっかくなったら鬼ヶ島に鬼退治に行く言い出して、言うて、お前やめとけよ言うて、でもほんなん言うても聞かんから、もうきびだんご持たせてお前行ってこい言うて、ほいたらそのきびだんご使おうて犬とか猿とかキジとか集めて、お前それ不安やろ言うて、もっとか俺やろってか、お前友達どんだけおらんねん言うて、でもとりあえず鬼ヶ島バーついたんすよ。ほいたらまずでっかい赤鬼出てきて、そこバーコー殴って、ほいたら後ろから青いのも出てきて、青いのもおるんかい言うて、でもそれもボカー殴って、ほいたらその後ろからセージがバッサー出てきて、お前何しとんねん言うたら、鬼に気に入られてもうたんや言うて、でよくよく聞いたら、マサイ族とかヒポポ族とかならわかるんすけど、鬼にも歓迎されてもうたわ言うて、言うて、でもしゃあないからボカー殴って、金銀財宝奪還や言うて帰ろうとしたら、なんかえらいマイクとかカメラとか持った人たちにバー囲まれて、何しとんねんお前言われて、でよくよく聞いたら一滴湯の収録やったんですよね。今が絶対嘘やもんな。絶対嘘や。